まあ、僕だから家でしかご飯食べてないですけどね最近。はいどうもこんにちは、森重です。10月の20日、もう秋ですね。で今日はねちょっとチップについてお話をしたいと思います。まあ、チップに対する考え方なんですけど、そのレストラン行きました。で、お皿になんか料理乗っけてきたりとか、お酒とか出してくれる。それに対して払うお金がまあチップ。結構ね、日本だったらまあ当然のサービスが、この国ではまあ有料なんです。まあそういう文化。日本ではただなものはこの国では有料。北米ではね、よく有料になってます。まあでもそれはもう文化だから、それは仕方ない。日本からね、来るとね、やっぱね、戸惑っちゃいますよね。当然出てくると思ってるものが、この国ではまあ有料なんですよ。それがね、ようやく最近ね、なんかね分かってきたにあんま気づかなかったんですよね。要はただのもらってるものってあんまありがたみないじゃないですか。それがね北米に来てからは、あこれってただじゃなかったんだなっていうのがやっぱねあるんですよ。で今日ね調べてみたんですよ。そしたらね、カナダのチップっていうのはねちょっとね変なんですよね。カナダとねアメリカを比べてみましょう。アメリカのねこのチップもらって一緒のお給料で、最低賃金が2ドル13セント、暮らせないわけですよ。チップがないと。みんなチップ上げて、その人たちが要は生活できるようにしましょうねっていうのが、まあ、チップのコンセプトらしいです。ウィキペディアによると。でもね、カナダ、ちょっと違うんですよ。まあ、カナダっつってもね、僕、オンタリオしか知らないんですけど、オンタリオ、今の普通の働いてる人たち、11ドル25セント、1時間ね。チップをもらえる人、その人たちは安く設定されてます。アメリカもね、そう。オンタリオの場合、お酒とかをね、出す人の最低賃金は9ドル80セント。ここでちょっとさっきのアメリカの話に戻るんですけど、2ドル13セントと9ドル80セントではね、結構な、まあ差があるわけですよ。2ドル13セントじゃ食っていけない。じゃあチップいるよねっていう話なんですけど、カナダのオンタリオでは9ドル80セント。まあその普通に働いてるね、11ドル25セントもらってる人と、30セントぐらいしか変わらないわけですよ。元々の最低賃金がね、カナダとアメリカでは違う。でもまあチップは基本的に一緒と。ちょっとね、それがね、まあ僕には分かんなかった。なぜかは分かんなかった。まあでもね、みんなレストラン行ったらね、15% とかね、払った方がいいよ。まあ僕だから家でしかご飯食べてないですけどね、最近。ご飯食べた上にさらにタックスがオンタリオで 13%。さらにチップで 15% でしょ？で、さらに良かったらもっとチップ上げなきゃいけない。そしたらさ、もう結構高いんだよね。要は外食。元々の値段に、プラス要は3割ぐらいお金かかっちゃう。で、そうするとね、元々が10ドルでも13ドルになるわけですよ。でもそれが100ドルだったら130ドルになっちゃう。高いでしょ？だからね、僕はね、もうね、最近自炊しかしてない。ということでね、カナダとアメリカのチップの違いについてちょっと話しました。それじゃあ、また明日。